なんか詐欺とかも多いらしいですね。なんかやっぱその、YouTube で見たことないですか？ YouTube のコメント欄で、なんかすごいこうそれっぽいコメントしてくるんですよ。なんかあ今日の動画ボンさんのここが面白かった。ところで話は変わるんだけど、何々って知ってる？ 10 万円稼げたんだけど。これ見たことある。見たことある。それ。あれ何なのって。あれ何なの本当に。あれ何なの本当に。誰が何の目的でやってんのあれ。あれ多くないですか最近なんか。褒めたからいいってもんじゃないんだぞ。そう。動画のコメント書けば何書いても許されるって思ってるんですよあいつ。本当だよ。何なのそれ本当に。あれな、あ、なんなんすかあれ。しかもそのあれって誰が何の目的で雇ってんのその本当だ、ね、趣味でやってるわけないですからね。まあ、もう変わんないよ。あと結構見るのが、はいはいはい、あの動画出さずにチャンネル登録1万人目指す赤みたいな。ああ、ありますあります。チャレンジしてる人はね。まああれはあれで面白いからいいけど、ね、だってどうするどうする。確かに確かに。え、でもそのあれの悪質パターンはあれですよ。飛んだ先が、はい、なんかそういう、まあ詐欺かどうかわかんないですけど、うんうん、飛んだ先がそういう感じのやつになってて、そうそう、でなんかそのチャンネル来てねみたいな名前でコメントしてくるみたいな、うん、ああなるほどね。あの手この手でね。ああすごいな。いやだから招待ボーナスとか、いやだからそのさ、アプリのは、まあ、わかんない、100歩譲ってさ、アプリをなんかその紹介したら招待ボーナスもらうとかなら、まだ100歩譲ってわかるんですけど、リンク貼ってないからそういうわけでもないんですよ。ないんだよ、趣味なんだろうね。でもない、趣味なんだよ。バイトでなんか やらされてるんじゃないか。どうなんだろうな、どうなんだろうね。だからバイトにこう、もうなんかこう、じゃあ日本の YouTuber のその上から1000人までのコメント欄に毎日コメントしようみたいなバイトがあるんじゃないですかやっぱ。あ、そうなのか。いろんな、なんだな、ありそうですよあれは。ええ、フォロワー稼いでアカウント売るの、あ、そういうビジネスなんだ。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。